キロロスノーワールドは北海道与一郡赤井川村のキロロリゾートにあるスキー場。浅里竹と長峰学の斜面には日本国内屈指の積雪量という機質を誇るスキー場があり、通常のゲレンデオープン期間は日本国内有数の長さとなっている。株式会社キロロアソシエーツが運営している。浅里竹山頂にあるニーサの鐘は恋人の聖地に選定されている。 子供専用のスキースノーボードスクールアニーキッズスキーアカデミーはフランスのアニーファモーズと提携している。1984年にある企業から赤井川村にスキー場を建設したいという申し出があり、村と共同で赤井川村森林リゾート開発協議会を設立したが国有林を活用するため、 企業側の事業計画のように開発することができず、1986年に開発を断念していた。赤井川村はスキー場の開発に関心のある企業を探し、1987年に日本楽器製造とともに赤井川村森林レクリエーション協議会を設立し、浅里竹の西部にある国有林を開発するという計画に着手した。 1988年に、ヤマハは100%出資の子会社、ヤマハ北海道リゾート開発を設立したほか、当時の林野町は、国有林を活用した開発をする場合は、地方自治体が開発主体に加わることを求めていたため、ヤマハ、ヤマハ発動機、ヤマハ北海道リゾート開発に、赤井川村も出資した第三セクター、赤井川森林レクリエーション開発公社を設立した。 1989年に国有保安林の解除手続きが完了すると赤井川森林レクリエーション開発公社はスキー場の工事を開始したコース作動マウンテンセンターその他新千歳空港札幌駅小樽駅や小樽蓄光駅などから事前予約制のバスを運行しているまたセラトン北海道キロロリゾートからキロロトリビュートポートフォリオホテル北海道までは 約500メートル離れているため、無料のシャトレバスを運行している。ありがとうございます。